マウリツィオ・マルベスティティは、イタリアの老ィ司教である。1953年、イタリアのフィラー語の分離集落のマルネで生まれ、マルベスティティは、ベルガムの神学校で勉強し、1977年に、司祭として任命された。彼は、ローマでの進学研究を続け、フランス語と英語が喋れるようになった。1978年から1994年までは、 ベルガモ神学校で教師を務めていた。1994年から2009年までは、東方教会の公会議の職員だった。2009年6月19日、彼は、改修の秘書官になり、アシレ・シレベストリーに、イグナティウス・モーゼス・ダウド、レオナルド・サンドリの秘書官になった。2014年8月26日、教皇フランシスコは彼を、ローディの新しい司教に任命した。 2014年10月11日、彼はサンピエトロ大聖堂のレオナルド・サンドリー・スーキ教から司教除回を受け、10月26日にローディに着任し、アンジェロス・スコーラ・スーキ教から歓迎と司教宣言を受けた。厳粛な式が、教区の主催、大聖堂参事会、レオナルド・サンドリー・スーキ教、そしてジャコモ・カップチ、ニーのスタフィーリ、ディーゴ・コレッティ、 クラウディオ・バッキオラ司教により取り行われた。2015年7月4日、彼は司教バッシアのウッケを新教区総長に任命した。ありがとうございます。